こんにちは。世界の名作文学を5分で語る時には10分くらいかかってしまって20分くらいは普通に喋ってるチャンネルです。はい。ということで、えー、そんな気楽なコンセプトで世界文学の名作とそれを書いた作家や詩人について気ままに楽しく語っていくチャンネルです、えー。面白かったなと思ってもらえたら高評価ボタンですとかチャンネル登録などもぜひよろしくお願いします。はい。えー、今回は、えー、イギリスの ロマン派の詩人、パーシー・ビッシュ・シェリーについて、えー、これも2回目になりますが、やってみたいと思います。えー、まあ、最初の頃ですね、5分ぐらい喋ったものを、最近リメイク版で、えー、もう一回喋ってるんですけど、えー、シェリーという詩人、えー、あんまりこう、日本ではですね、知名度は低いんじゃないかなと想像するんですけども、ちょっとやり慣れないことというか、 えー、ブログを書きました、しゃべる前に、えー。原稿を書いていたらですね、ある程度まとまったので、ブログに <laughs> アップしましたってね。はいということで、えー、ブログを読みながらあやっていきたいと思います。これは操作すると私が大きくなったんでしょうか、わかんないですけど。まあはい、で詩人シェリーを知っていますかイギリスロマン派の詩人ですよということで、まあ、シェリーはマイナーですが、意外と日本で知られています。 えーまあ、例えばですね、この夏目漱石の草枕という本、まあ、これ全部草枕じゃないですけどね、我が輩は猫であると、坊ちゃんと草枕と、あといくつか公園と、えそんなのが入ってますけど、え草枕の中であの、シェリーのねえ、シェレーと漱石は、えカタカナ、表示をしてますけどね、あのひばりひばりによすというふうに翻訳されますけど、それの翻訳を えー、載せています、まあ、山道を歩きながらね、春は眠くなる、ネズミ猫はネズミを取ることを忘れ、人間は借金のあることを忘れるっていうね、えー、とても面白い <laughs>、えー、下りがあって、そのそういう山道を歩きながら、シェリーのひばりの詩を思い出して、口の内で覚えたところだけ暗唱してみたが、うんぬんというところがあります。はいでまあこうやって で草枕でですね、草枕,をよ草枕って、まあ、日本文学の中では有名ですよね、で冒頭のあたりで、えー、この必ずね、シェリーのひばりの詩をねみんな見るわけです、読むわけです。なので、実は結構知ってるというね、それから福山雅治の歌詞でも引用されましたけど、あの格言になってますけどね、冬来たりなば、春遠からじってね、これもあのシェリーの西風に寄せる歌だったかな。 えー、それの最後のラストの文章ですね、えー、シックですね、まあ、翻訳してるわけですけど、えー、まあそういうことですね、それからシェリーの奥さん、えー、メアリー・シェリーが書いたあ小説こそ、あのフランケンシュタインということで、えー、割とね、えー、シェリーという名前は知らなくても、まあ、実はシェリーのね、えー、いろいろと私たちは知ってる、えー、ということです。 はいそでは、このシェリーというのはですね、こういうこう非常にかっこいい人でしたね。まあ、29歳で亡くなるんですけどね。パーシー・ビッシュ・シェリーはイギリスロマン派の詩人です。29歳でイタリアでヨットの遭難事故に遭い、亡くなりました。まあ、バイロンやキーツと並んで、ロマン派のね、有名な詩人ですよということです。バイロンとかキーツとかかキ に比べてですね、まあ、比べてってちょっとおかしいですねあの。この3人の中ではシェリーが一番好きです。群を抜いて好きですねで。キーツになるとこう、まあ、翻訳してももうちょっと読めない。あのキーツは多分英語じゃないとこのもうわからないぐらいすごい英語の詩人だなというふうに思います。えー、シェリーはまだ翻訳でも、ね、伝わる感じですかね。 あのー、あと、ワーズワースもロマン派と言われますけど、ワーズワースはちょっとね、この人たちとはこう違って、東園名の兄弟じゃないかみたいな、ね、感じに思ったりするんですけど、えーまあ、ワーズワースはちょっと別に置いておいて、イギリスロマン派の中では、えー、シェリーが好きですよってことですね。僕とシェリーの出会いは草枕ではなくて、えー、バートランド・ラッセルのね、 えー、自伝自伝じゃないや、アラン・ウッドという人が書いた情熱の会議かバートランド・ラッセルの生涯っていうね、こう伝記の本があってですね、この中で、えー、バートランド・ラッセルっていうのは、えーあ、ここに書いてますね、ノーベル賞を受賞した哲学者です。え哲学者なんですけど、ノーベル文学賞をね、えこれは確かですね、西洋の知恵 西洋哲学史かなんかに対して文学賞が与えられたんです。まあ、とても読みやすいんです、特に西洋の知恵とかですね。で子どもの頃ですね2歳でお母さんが死んで、4歳でお父さんが死んだバートランド・ラッセルは、ですね <laughs> まああのノルマンジ上陸作戦じゃない、<laughs> ヘース・チングスの戦いで、ノルマン人がイギリスを征服した頃にさかのぼるほどのメイ貴族だった、メイ家の貴族でですね。えー 祖父の膨大な蔵書からって書いてますけど、普通の日本の家の普通の部屋の蔵書じゃなくて、もう図書館のような蔵書の中からですね、あのシェリーの詩集を、えー、見つけ出してですね、読むにつれて外の世界が私から剥がれ落ちて、私はシェリーの詩の世界に没頭したみたいなことをですね、10回しています。で、それはあのアラスターという詩なんですけどお、なんかね、なんかの表紙に僕はこのアラスターについて言われたこのセリフが、 雲、えー、という詩について言われたセリフだと、なんか頭の中でこう記憶がね、改ざんされてるというかですね、そうなってるんですね。で、どっかにこうラ,ラッセルが雲について語ったことがあるかなと思って、いろいろ探してみたら、まあ、ラッセルの、ね、幸福論という、まあ、これもね、最近日本で流行ってますけどね、ねラッセルの、あこれは怠惰への参加ですけど、えー、幸福論はもう表紙もボロボロですけど、この中でこうシェリーの詩を一瞬紹介してます。えー、まあ こうねえー、こう世の中に新しいことはないみたいな電、ね、動、えー、の書に載っている文章を見て、ですねべ、まあ、ての川が海に流れ込んでいますが、海はいっぱいではありません。まあ、いつもいつも、ね、水の循環は同じことばっかりあってつまんないという悲観論者に対して、えー、そういう循環こそ。 水の気持ちに恵まれていれば、シェリーの雲のように冒険的なサイクルを楽しむでしょうね、ラッセルは言ってるわけです。えーまあ、しかし、なんかもっと雲をベタボメしていたような何かをどこかで読んだ気がするんですけどね、えー、見つけられませんでした。はい、で、えーまあ、29歳でヨット事故で亡くなるということなんですけど、シェリーはあのオックスフォード大学を確か出てるんですけどね、まあ、学生の頃から過激な思想、過激な行動をとっていた。 はいまあ、テロリストってわけではないんですけど、まあ、今あの21世紀の現在の基準からしたら、ごくごく当たり前のことをあの言ってるわけですけど、19世紀の前半だったですかね、えー、その頃のイギリス社会においては、ですね反キリスト教活動や反政府活動など、大学でバン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 やって、パンフレット吸って配ったり、自費出版したりしていてです、ね、方向、退学になったというね。 その後もあの当局に監視されていいたらしいですねで。私生活も過激で、確か22歳ぐらいで最初の奥さんと結婚して、そして、えー、お腹に子供がいる状態で別の女性が好きになって、同棲して、ですねで、その別の女性と奥さんと3人で一緒に住まないかって奥さんに相談を持ちかけたところ、ですね。奥さんは絶望して、ですね、まあ、結局、えー、席を抜かないまんまヨーロッパ大陸の方に行って、 でえー、フォールをするんですけど、まあ、そのうちですね奥さんは自殺するんですよで自殺した奥さんのお腹にはシェリーじゃない男性の子供がいたということなんですけどね、えー、そしてまあ奥さんが亡くなったんでさっきの、えーまあ、浮気相手の女性と正式に席を入れてところが今度はその女性の妹と3人で暮らして スイスに3人で旅行に行ったりしてですね、でスイスでバイロンと会ったんですね。でバイロンと会ったらいつの間にか奥さんの妹はバイロンの子供をみごもっていたりですね、なんという波乱万丈な人たちだ。で、イギリスに帰ったらですね、今度はその奥さんの妹と奥さんと3人で暮らしていたというね。で、まあ、奥さんはあのフランケンシュタインを描いたメアリー・シェリーなんですけども、このフランケンシュタインの着想を得たのは、 バイロンの邸宅に滞在していた時だったそうでですね、バイロンの家にいるとですね、フランケンシュタインを思いついたと。バイロンっいうのは本当に変わり者だったらしいんで,ですね。あのバイロン屋敷に人造人間がいてもおかしくないということで着想を得たみたいですね。はい、えー、それで あの刺のゅうの他にはです、ねえーまあ、29歳で、ねえー、ヨット事故で死んだ、まあ、このヨットもですね借り物じゃなくてレンタルじゃなくて自分がなんか高級ヨットを注文してできてさあできたぞって言って乗り出したら天気が崩れて死んじゃったっていう話なんですけどね、えーまあ、その死体の顔はですね判別できないくらいボロボロになって、えー、水に。 こう打ち上げられていたとでシェリーの死っていうような絵画があるんですけどそれはね何かの奥さんが参列して浜辺でシェリーを焼くシーンがあって顔も穏やかな顔でシェリーが写ってるんですけど、えーまあ、実際にはねそれは作り話を絵にしてるんで、えー、そういう葬式にはイギリスの風習で女性は出ないそしてシェリーの顔は判別できないということでね、えーまあ、芸術によってちょっとね癒しのような感じの光景が描かれていたと。 ということですねさあ詩集は最後にねちょっと詩をいくつかご紹介したいと思うんですけどあのー、まあさっき言ったように若くして亡くなったんでいっぱいいろいろ書かなかったんですけどこの翼を解かれたあ翼を翼を解かれたじゃない、えー 縛りを解かれたっていうのかな、まあ、要は解放されたプロメテウスっていう意味なんですけどね、解放されたプロメテウス、えー、ここに載ってますね。えー、この戯曲を書いてるんですね。あと、死の用語というのがあって、えー、このシェリー刺しという、僕の持っているシェリー刺しの巻末に死の用語っていう何十ページかの死とはこういうものだっていうね、えー、3文を書いています。でこの翼を 解放されたプロメテウスっていうのは、これもねあの、結局イギリス社会から精神と魂を解放するみたいな趣旨で書いて、まあ、結構バレバレで、これも結局これを書いたためにですね、当局から睨まれてですね、で、えー、イタリア、スイスに逃げなくちゃいけなくなったみたいな感じで、イタリアでヨット事故で亡くなるわけなんですけど、えーまあ、この解放されたプロメテウスっていうのは、あちょっと面白いというかですね、もともとはあ縛られたプロメテウス。 というアイスキロスの作、ねえー、になるギリシャ悲劇があります。縛られたプロメテウス。まあ、結構有名な話で、まあ、ヨーロッパの文学なんかには、例えばゲーテもですね、えー、その縛られてる最中に岩山に縛られてるプロメテウスをネタに詩を書いています。で、この、ね、カラスが心臓をつつくというね、えー、そんなような状態で。 あれなんですけどこのプロメテウスって人はなんで岩にこうやって縛られてるかっていうとあの人間に火を与えたと人なんですねで。プロメテウスのおかげで人類はあ火を与えたんですけどゼウスの怒りに触れてですね、まあ、ヘパイストスという人が人じゃなくて神が作ったあの縛りによってですね、えー、カウカソス山の山頂に縛り付けられたんですね。えー、まああのー まあ実際にはこんなイメージじゃなくて、この岩に対してこれぐらいのものみたいな感じで、カラスがいっぱいバーッと寄ってくるみたいな、そんなゲーテのね、し絵ではそんな風になってましたね。で、えー、これはだから本当は三部作、ギリシャ悲劇は主に三部作で書くらしくてですね、えー、最初が、あまあ、今一般的な解釈だと、 まあいいや一般的な解釈はともかく、私が思う解釈は、火を運ぶプロメテウスというのが第1話にあって、そして縛られたプロメテウス。で、3部に解放されたプロメテウスと、こういう順番でね、まあ、こういう説もあるんです。えー、この1と2が逆になっているのが定説なんですけど、まあ、こ,のこ,のこういう説もあるんですね。火を与える状態、人類に火を与えるプロメテウスの芝居。で、縛られた芝居。 で、解放された芝居っていうことですね。で、今残ってるアイスキロスの芝居は、縛られたプロメテウスなんですね。で、この火を運ぶプロメテウスと、解放されたプロメテウスは残っていないんですね。で、残っていなかったんで、でも書いたことは間違いないっていう記録があるんで、 そこでシェリーが、じゃあ解放されたプロメテウスを俺が書いてやるということでですね、書、えー、いたわけです。で、ギリシャ悲劇の作法とか、あか作法はともかく考え方にのっとって、これを書いたということで、まああ、非常に名作だということなんですけど、まあ、29歳で亡くならず、50歳ぐらいまでせめて生きてたらね、えー、とんでもない作品をねたくさん残したんじゃないかな。まあ、ゲーテが29歳でで死んでたら あのウェルテルの悩みの作者ということで、文学史に残るだけですからね、ウィルヘルムマイスターもファウストも書いてないということなんでね、えー、29歳で死んでしまうとどうしようもないやみたいな、まあでもランボーは19歳で断筆みたいな感じですけどね、まあ、キーツもそういえば27歳ぐらいでね若字にして、イギリスロマン派の人ってみんな <laughs> 若字にしますね、みんなかっこいいんですけどね、えー、美人はくといって言いますけど、ハンサムだと早死にするのか。 ねまあ、私はそこそこなんで長生きしてますね、今のところって感じですけどね。えはい、そして、えー、このねあの、ちょっと余談、ここスーパー余談をしますけどね、あのこのなんで、えー、アイスキロスの火を運ぶプロメテウスと解放されたプロメテウスが当たり前のように。 えー、残ってないのかっていうことですね。まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますけど、まああの、知らない人は聞いてください。余談です。ギリシャ悲劇の写本喪失の余談です。まあ、なんで残ってないのかって言ったら、まあ、主に古代ギリシャとかね、えー、ヘレニズム文化、アレキサンダー大王がこうね、えーこう中、中央アジアと、あの辺、トルコの小アジアとか全部バーっとペルシャを。 滅ぼしてね作ったヘレニズム世界においては、ですねこのムセイオンというアレキサンドリアにあった図書館みたいなものに、ですねほぼすべての当時の写本が集まってしまっていたというんですねで。このムセイオンは、例えばギリシャ本土にあるホメロスの写本とかね。 ギリシャヒゲの写本とかがあったらあ、うちの方でちょっと貸してくれとかって言ってですね、借りたら返さないっていうね、なんちゅう世界だってね、借りたら返さないで、あの早く返せって言っても、そのままにしていたそうなんですね。で、すべてが集まってる、古代世界のすべての書物が集まっていた、とてつもない図書館だったらしいんですけど、えー、これがですね、やがてどっかでですね、そう、5世紀の初め、5世紀の初めっていうか、 ことは400年代ですね日本で言えば和の豪王が中国の南朝総裁領が東新総裁領鎮に調考していた時代ですね。和の豪王が調考していた時代です、我が国で言えば、えー。5世紀の初め、キリスト教による学者の虐殺を伴うテロリズムによって破壊され消滅したっていうね、いやーって感じですけどね。ローマ帝国支配下でも存在し してたんですね、ローマ帝国が終わって、まあ、400年代だからまだイスラム教は600年代からですからねまあそういうことで,ですねローマ崩壊後の混乱によって、まあ、た確かこれはですね火をつけられて燃やされてダメになっただここに古代世界の今私たちが古代ってどうか分かんないあのって言ってるヨーロッパとあの辺の中東の歴史のすべての記録があったとも言われているんですよ言われているってね。 はいでえー、アガメムノンを表したアイスキロス、まあ、この解放されたプロメテウスとかですね、でオイディスプ王を描いたソフクレス、このオイディスプス王も有名ですよね、であとエウリピエデス、三大悲劇詩人といいますねで、このどれだけのものがなくなったかって、全部なくなりましたって言っても、ちょっとイメージつかないと思うんですけど、あのまあ、このギリシャの三大悲劇詩人はシェイクスピア級と言われています。 はいえー、この才能とこの迫力、作品のクオリティはシェイクスピア級と言われているんですね。なので、シェイクスピア作品になぞらえて言われることがあるんですけど、例えば、昔々、シェイクスピアという作家がいたと、四大悲劇のマクベス、リア王、オセロハムレットというのがあったそうだよとあの、素晴らしかったみたいだね、でも現存するのは、冬物語とジャジャウマならしの2つです。 しかしこの現存する冬物語とジャジャマまならもすごいからもっとすごいと言われる四大悲劇のマクベスとリア王とオセロとハムレットは素晴らしかったんだろうねってシェイクスピアを想像するのと同じようにアイスキロスの三部作「プロメテウスは」は、えー、縛られたしプロメテウスがあるけどあと解放されたプロメテウスとかもあったそうだよっていうのはね絶対に素晴らしいんですよ本当にもったいないですね。えー、無声揚の 書物が全部残っていれば、えー、とんでもないなって、まあ。ちなみにあの中国もね、秦の始皇帝が噴出工事ってやったじゃないですか。あの時にたくさんの書物が焼かれて、えー、別にあのコピペしていた本が焼かれたんじゃなくて、原文、オリジナルも焼かれてるからですね、例えば森大谷の渋谷仲裁に載ってましたけど、あのー、こうしあ来期とかねあ、四書五経とかあるじゃないですか。で、えー 疫境とかあ,ありますよね疫境、諸境、主境とか境のつくのが、えっと 3つありますよね、今ね。今昔はあの音楽の楽、として、楽教とかもあったとかねえ、そういうなんかたくさんの教を噴書工事で燃やされて、もう永遠に中身はわからないらしいんですねえ。人類というのは素晴らしいけど愚かだみたいな感じがひしひしとしますね。はい、えー。ということで、そんなシェリーの世界、シェ世界ってなんかセッとしてが一緒になってしまいました、世界ですけど、シェリー自身の四大試作品と言われている、まあ言われているかどうかわからないですけど、まあ その好まれるし4台というよりはね、4つのよく好まれてるしというのがあります。それは雲、お休み、西風っていうものか西風っていうのはどっちでもいいんでしょうけどね、西風。まあ、ヨーロッパではあの西風がえ寒いのかな。ね冬来たりなば春とからじっていうのはあの西の風が吹くともうすぐ冬になるからっていうね、落ち葉がどんどん散って、嵐のように舞い落ちてるぞっていう。 出だしから始まるんですけどそれと夏目漱石が草枕で紹介したひばりによすですね。スズメが雲に乗ると、雲に乗ると、スズメと雲が合体したらひばりなのかってね、今思いつきましたけど、はいで僕が好きなのは、ですねこの格言調になっている清風とか、漱石が草枕で紹介したひばりによす。 ではなくてですね、えー、雲とお休みなんですね。なんかこの辺にもひねくれものかみたいな感じがありますけど、で、お休みはね、なんかもう、ちょっとお休みを聞くくらいならバニーバリーローのメモリーでも聞いた方がいいかみたいな感じですね、えー。そんな感じで、お休みはちょっとね、英語で読まないと、日本語で読むとフォークソングの歌詞みたいです。ちなみにちょっとだけ読むとですね、お休み、お休み。 あ、いいえ、不幸な時間、合わせるべきものを引き裂く、一緒にいましょう、それでこそいい夜になるから。あなたの優しい思いが夜の行くのを早めるけれど、寂しい夜がどうしていいものなのか、言うまい、思うまい、聞くまい、おやすみと、それでこそいい夜となるから。みたいな感じで進んでいくんですけど、これはあのキング・クリムゾンにピート・シンフィールドという作詞家がいたんですけど、彼は6歳。あ グループのメンバーなのに楽器も弾かず歌も歌わず作詞だけするというねイギリスの悪友歌みたいな感じでは若い人は悪友知らないですけどねあの、まあ、しかし悪友はあ作詞家なんですけどピート・シンフィールドの詞ってねあのもうすごいですよ文学のような詞なんで、えーまあ、ピート・シンフィールドの詞の方がこのシェリーのお休みより 僕は好きですね。な <laughs> んてね、それがどうしたらいいない感じですけど。で、この雲、えもうこの雲によって僕の中ではですね、シェリーはこう世界文学史上に残る屈指の詩人の一人に、えー、勝手になるんですけど、えー、これをまあちょっとね、全部読むと著作権に触れるんですね。こう紹介、こんな感じですって、紹介するしながら、えー、一部一部、ちょっとご紹介、雰囲気をご紹介したいと思います。私は海と流れから、 乾いた花に爽やかな雨をもたらし、真昼の夢にまどろむ木の葉に柔らかい影を与える。太陽の周りを踊る母なる大地の胸にあやされて眠る優しいつぼみをことごとく目覚めさせるつゆを私の翼から振りまく。っていうふうにですね、雲が一人称で、えー、突然しゃべり出すんですね。綺、え、麗、ー、ですよね。こう私から 雨をもたらしてるんだよってね、雨を地上に私がまえてやってるみたいな風に言ってるんですね。そして私は下の山々に雪を降ると大きな松の林は激しくなる。私は夜中山の雪を白い枕として疾風に抱かれて眠る。天空にそびえる私のやぐらに私の案内人である稲妻がいかめくしく座り、下の黒い洞窟には雷鳴がつながれ、 突然あがき方向するっていうふうに今度は雪の話になって、えー、あるいは明けの明星がかすかに瞬くとき深くの朝日がくるめく目を輝かせ燃える翼を広げて走る私の雲の背に飛び乗るとかですね夜、えー、の人に月と呼ばれる清らかな光に輝く天の乙女は深夜の微風にまき散らされた羊毛のような私の床の上を きらめくながらすべっていく。私は太陽の王座を燃える帯で巻き、月の王座を真珠の紐で結ぶ。疾風が私の旗を翻すと火山はかすみ星とちは、星たちはよろめき始める。というような感じでずっと長く続いていて、私は大地と水の娘、大空のいとしご、太陽と砂浜の通り抜け、変化はするが滅びることはない。 雨の後、染みひとつなく天外が現れ、風と陽光がそのおつめのきらめきで大いなる早急を築くとき、私は静かに私の母表を笑い、そして母体から英治が、墓から亡霊が現れるように雨の洞窟から、再び私は立ち上がり、天の早急を打ち砕く。というような、えー、詩です。で、この雲の一人称の雲の 旅にね、さっきラッセルがこう循環する水の流れみたいに言いましたけど、この雲は一回死ぬわけですね、えー。蒸発してなくなる。しかしながら、再びこう海から、ね、こう水蒸気が蒸発して雲を作って、再び私は立ち上がるみたいなね。で、雲の旅をよく見ると、えー、雨、雪、火山、月、星、太陽。 ねそんな風にして雲が旅をするっていうね、まあ、素晴らしい詩だなぁとね、まあ、文学史的にはどうなのかわからないんですけど、私個人としたら、これほど素晴らしいは、マイベストお世界日本名詞の中で、えー、ベスト10に入るかなぁというね、えー、本当に素晴らしい詩、シェリーの雲でした。はい、えー ということでですね、今日は私の好きな詩人、えー、イギリスのパーシー・ビッシュ・シェリーについて、えー、お話ししてみました。えー、まあ、こういうね、こう昔、新潮文庫でいっぱい詩集が出ましたけど、あのーま、とりあえずパッと見ても、いまいち面白くないかもしれないんですよ。僕もね、雲以外の詩ってそんなに好きではないかなって感じまして、まあ、今あの、対英訳のね、こう 左ページが英語で右ページが日本語っていう、こう、大訳詩集っていっぱい出て,て、シェリーもそれがあるんですよ。あの、大訳詩集でね、英語も読みながら読むと面白いかもしれないけど、あのー、それでもね、僕はイエーツでそれを読みましたけど、そんなに英語はわからないから、一部の詩を何回も何回も読むとね、英語を覚えてしまうぐらい読むと初めて、あ英語の詩はいいなーって思うんですけど、まあ、どうなんでしょうか。まあ、でも、 おすすめの詩人、パーシビッシュ・シェリーでした。はい、それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。